こんにちは、ケイです。ちょっとお久しぶりです。今日本にいまして、セントレア中部国際空港が奥の方にあります。見えるかな。明日この空港から飛び立ってメルボルンに戻ろうと思ってます。この動画が公開されているということは、今メルボルンにいるということになります。めっちゃあっという間でした。ただすごく楽しい帰国で、美味しいものもたくさん食べれたし、友達家族とも会うことができたし、日本でしかできないことってのはたくさんできたかなというふうに思ってます。買い物も大きくて、やっぱメルボルンで物を買うよりも質も良くて値段も安いものが多いので、僕のクレジットカードの限度額に来てしまって、僕のカードが使えなくなってしまうぐらい物を買いました。その分出費は大きかったんですけど、いいものを買ってメルボルンに戻れるので良かったかなと思ってます。あと温泉回数券買ってスーパー銭湯に通いまくるって感じで1ヶ月間過ごせました。だから冬のメルボルンからやってきて、この真夏の日本は結構しんどかったんですけど、まあ、そのしんどさを差し引いたとしても、もう本当に幸せに過ごせたかなというふうに思ってます。でそんな充実した日々だったので、日本で Vlog を撮ったりライブ配信をしたりしたいというふうに以前も言ってたんですけど、できませんでした。すいません。日本でしかできないことをしようっていうふうに思ってると、ちょっとカメラを使って撮影しよう編集しようっていうふうに時間を使えなかったです。だから発信者としてその辺ちょっと失格だなというふうに思うんですけど、やっぱ日本でいられる時間、日本で過ごせる時間っていうのはやっぱすごく貴重だと思っていたので、そんな風に過ごさせてもらいました。 IELTS の勉強はっきり言って全部中断しました。単語帳とかもやってないし、 IELTS の模試なんかも全然やってません。できなかった分英語力も落ちてるのかなと思うんですけど、まあそんなんどうでもいいって思えるぐらい今回の遅刻は良かったなっていうふうに思ってるし、後悔も一切していません。とにかく一番大きかったのは、妻とこの1ヶ月の間24時間、ほとんど24時間ずっと一緒に入れてまったりできたっていうのはすごく良かったです。日本であろうと他の国であろうと、やっぱり働いて生活をしている以上、妻と過ごせる時間っていうのはあまり取れないので、一番幸せな時間だったし、何者にも変えられないなっていうふうに思ってます。だからこの1ヶ月間お金も使ったし、いろんなこともあったんですけど、それを全部差し引いても来てよかったなっていうふうに思っています。でそんな風に過ごしてきて、今メルボルンに帰る前日にして妻と一緒に話していることは、やっぱメルボルンに戻りたくねえなっていうのが正直な気持ちとしてはやっぱりあります。向こうでしかできないこともあるので、今のこの一時帰国の生活があるのはメルボルンの生活があってなので戻るしかないんですけど、今のこのやっぱ日本でのぬくぬくした生活を体験しちゃうと、なんかメルボルンに戻って今からバリバリ頑張りたいっていうモチベーションよりは、もう少しここでゆっくりしたいなっていうふうに思うのが正直なところかな。ただこの環境にずっといてもいけないなというふうにも思うし、メルボルンじゃないとできない仕事に僕はやっぱついてるので、語学学校の英語教員で働けるっていうのはすごく僕にとっても刺激になってるし、自分の成長にもつながることだと思ってるので、だからその仕事があるっていうのはやっぱりオーストラリアメルボルンって環境じゃなきゃいけないっていうふうに思ってるので戻るしかないんですけど、正直な気持ちは日本めっちゃいいなって感じですね。もう少しいたいな、あと1週間あったらなっていうのをね、この一時帰国が終わるときは毎回思うんですよね。オーストラリアでもともと大学院留学って形で滞在をしてたんですけど、今はもう大学院卒業して卒業生ビザの立場なので、もう大学院留学ではないんですよ。だからオーストラリア留学でももう正直なくて、オーストラリアに住んで日本でもたまに暮らしてって感じの生活、僕たちは勝手に2拠点生活だと思ってるんですけど、1年ぐらいオーストラリアで働いて生活を行って、そこで貯めたお金とか日本に行きたい欲みたいなやつを高めておいた状態で、まあ、1ヶ月ぐらい日本に帰るみたいな、そういうのを繰り返す2拠点生活みたいなのをしていると思っていて、それが僕たちにとって一番バランスがいいと思ってて、日本でずっと住んでいこうって思うとやっぱ働かなきゃいけない、でオーストラリアにずっと住もうっていうふうに思うとやっぱり日本が恋しいっていうのもあるので、そのバランスが取れるのが今の生活だなっていうふうに思ってて、今後もこのスタイルで生活がしばらくできたらなっていうふうに思っています。来年の多分秋冬ぐらいでもう一度日本に戻ってくることになるのかなというふうに思うんですけど、まあ、それを楽しみにこれから1年ちょっと過ごしていけたらなというふうに思っています。この機会にお話しさせていただきたいことが2つあります。1個目、 IELTS の勉強について今後もっと頑張っていこうと思ってますので、それを Vlog だったりとか毎日のショート動画だったりとかでお見せしていきたいなというふうに思ってます。本気っていうのはどういう意味かっていうと、これまであんま本気じゃなかったんですよね。一時帰国までの4ヶ月ぐらい前
のところでアイエルツ受けよう 8.5 を取ろうっていうふうに決意をしたんですけど、実はその時から一時刻のことは分かってたんです。そこで勉強が中断されるであろうことはもう分かってて、正直そんなに身が入ってなかったんですよ。日本に帰ることになるし、アイエルツどこでいつ受けるのかも分かってないしって感じだったので、来年の1月ぐらいにアイエルツをメルボルンで受けれたらなっていうふうに思ってます。2つ目、前からやりたかったオンラインでのサービスを提供し始めたいなっていうふうに思ってます。具体的に言うと、今インスタグラムの DM とかライブ配信とかでやってることをもう少し深めてやりたいなっていうふうに思ってて、具体的には英語学習のコーチングだったりとか留学相談であったりとか、視聴者さんとつながれる機会みたいなものってのをもうちょっと大事にして、まあ、正直有料にはなっちゃうんですけど、そういうサービスを提供することで1対1で話せる機会ってのをやっていきたいな。相談したい人と全員話しますっていう風に言うと僕の生活がなくなってしまうし、一番やらなきゃいけないのはIELTSの勉強だったりするので、そこがうまくできないぐらいそっちで時間を取られたら本末転倒なんですよ。だから有料化することによってちょっとその数を絞れたらなっていう意図もあるので、ご理解いただければなっていう風に思います。暑い中撮影を頑張りました。このやっぱ日本は湿度も高いし直射日光も強いしで、いや、なんかメルボルン、オーストラリアの夏と比べてもやっぱ過酷な気がしますね。はい、久しぶりの撮影だったんですけど、最後まで見ていただきありがとうございました。今後もこんな風に動画をどんどん撮っていきたいと思います。では、ありがとうございました。